フリードルームが荒れ狂ってる。はい、どうも、ショキです。どうも、サラです。ヒロです。どういうこと？どういうことの前に言うことがあるよ。おはようございます。発覚しました。すいません。ってことですね、今日なんですけど、サラ君にはまだ何も言ってない。いや、でもね、普段撮影するのは絶対俺綺麗に掃除するんですけど、今日はなんか、いいよみたいな言うけんね、変な感じだったよ、俺も。なんか、ちょっとなっちゃった。見てのとおり、ほら、ヒルスが届きました。ああ、はいはいはい。ヘラクレス用のね、はい、本格的にね、ブリードルームもちゃんとせないかんなと。ヘラクレス一本置かねえかんけん。そうだね。ちょっと整理せないかんわけよね。この前の動画にね、はいはい、実はピロ吉を撮りまして。ああ、そうですか。はい。すいません。そうなんですよ。大掃除します。うわ笑えてない笑えてないなるほど、はい、そういうことね。まず大掃除からと。もう見てもすごいやん。そうね、絶対大きいんやん散らかりすぎて。そう、ね、見てもなんかこの何やねんこれと。じゃあやっていきたいと思います。見て見てもものすごいやん。こことか見てもこことか。ああ、もう足の上の方だ。こっちヘラクレスにしたいけど、まずもう全部要、うん、は完成形はここを全部真っさらにする。そうそう、ここら辺もなんかこうガチャガチャなっとうけん、まあ、ちょっと整理しながら、うん、ランズさんもこっちにやります。温度的に。ああ、温度ね。うーん、こっちなんかパッと閉まってるけど。こっちの方かな。これ、ピロキシオ組んだやつやろ。あ、そっか。はい、潜っておばい。どう、いい感じですか。今、あの、出産中。お、頑張れ。ごめん、めっちゃ片付けてくれる。紹介しよう。57.5mm、ステージャーのメス。大きいね。大きいよ、106.1 ともうかかってます。へ、どうほら、すいません。すごいな、水の量が。これ全部で、ね、2回目のショットが組まないから、ね、さらに10セットぐらい組まないから、ね、ちょっともう開いて。どうして？おい、どうする、どうやって作業するとこ取れんよ、俺ら。払わないかんバトルをね、出ようかな。これはですね、本日届きました。ケース動画っていうのはそらくんの撮る予定だったんですけど、そらくんさんがね、寝坊しました。すいません、よく俺の一番に入ってた。はい、あれなんかふざけろ。何でも似合いますね。これここにまとめとって大丈夫かなと思う。消費が使いにくないかな。あ、なるほどね。俺が分からんけど、そこまでそんなとこまで考えてあげてるんですね。一応分かりやすいとこには何か動いてたりしてるんですけど。そら君、何それ。これはね、最初の動画撮るんですよ。数字書いて、何番目の動画ですよ。なるほど、なんか書いてよ、そら君。じゃーん。おー、もちもちうまい。ちなみにそれなんていうか、またこの形はもうスマートライブです。そらくん、T シャツにしようか。今さ、ババーンって書いてこれよ。いや、バリューマイ。いや、すごいなって思った。中学校の時にさ、あの雑のバッグって言ってさ、それも絵がマジうまかったけん、書いてもらえるって。タンサメル。タンサメル書いてもらってた。どっちの方が綺麗でしたか。さあ、何型どう。難しいね。小吉はちょっと
変わったるけん A ビート。A ビートも一番難しいじゃないか。A です。A なんや。完璧な A です。うん、はい。潔癖です。やり出したらやだ。おそらく、うん、O 型に限りなく近い A 型です。うん、おお、なるほど。何がだ。何が。何と思って O っぽいよね。正解。そらくんは綺麗好きなん？変な気質じゃないか、部屋が汚いとか、そこまで気にならんじゃん。そらくん金属で金管じゃん。顔面を何で拭くんやったっけ？アルコールだけ。あれで顔拭かんと綺麗になって気がせん。あ、何？除菌ティッシュ？一番強力なやつね。一応ラーメン食いたくてなんかに、ラーメン屋でさ、拭きよけたら、いいなと思って。気になるよ。うん。食いったら、うわ、バリ痛いった。うん、これやったら。もう、それじゃなくて、綺麗になって気がついちゃう。騙されてる。やばいですね。肌にはめちゃくちゃ悪いけど、痛いな。バリ、顔が熱くなって。痛いよね、絶対。痛い痛い。マジで痛い。あ、ちょっと何これって言ったもんね。結構強いもんね。俺はもうね、痛みとかはないけど。あ、もう快感体。でもたまに久しぶりとかした時にピリッとなったら、うん、それが、うん、菌が死にようって、死によう死によう死にようオッケーねえ、動きやったら熱くなるんじゃないか。熱い、25度とかで、まあ、でもヘラクレスがっつりやりだったら温度下げるんで、21度から22度に変更します。他の虫は大丈夫と。最近ちょっと、うん、なんですよ、ずっと25度とかにしようとしたけど、うん、低温効くなっていうのが最近ちょっと分かってきて、うん、問題だってね、トランス1本目で 41g とか出ようけん、かなりいいの来ると思う。大掃除動画のはずがなんか解説になりやすい。2つ部と収納部分の皆さん、ここからが勝負です。あう小吉部と小林という。ちょっと掃除機うるさいです。小林がバレオル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 。これ全然終わる。おらん出てこんね。どうですか。いいですね。小吉マット。小吉マットいいですね。こんだけ怪我があったら、いや来るよね。カブトマットっていうのはさ、どうしてもね、分けちゃう。冷凍とかすればかなり低減する。死滅するらしいけん。やばい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 。これはやばい。追いつか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 。一回締めよう。参った、これ参った、マジで。これはね、これ破れとったね。外に持っていったらいいか。じゃあ行ってきますよと。はい。行きます。行け。行け、行くのじゃ。はい。衝撃が走るぐらいやばい。やばい。こうやって一回小林が入ってしまうとね、本当焦げになるけん。これもう本当悪い例なんで、皆さん気をつけてください。ものすごく悪い例。できれば使用する前までは冷凍が一番。冷凍して、で使用前までは自分のブリードルームに入れない。クワガタにとっていい環境、クワガタにとっていい環境。そう。仕上げです。そんな感じで、とりあえずは場所を確保して。相当強いね、これだけで。1列で9個。そう、3、奥3の横が9かな。そこでやけね。こっちもう1列いけるの、奥行きが広い。あ、そうなんや。12から15を切るの、1列。うんうん。ってことはもう分かる。ヘラクレスパート。バス。サッとで。くぅ、あっち。相当あっち。いいね。1時間ぐらいかかったね、料金。ああ、そうね。もう小林バーサスがね。そうね。小林の邪魔が入ったね、こっちね。まあでもこれで本当に小林かなり減るよ。もうこれからね、マジで作るマットも全部もう絶対わかんようなやり方、冷凍庫とかも仕入れて入れようかなと思って。
小林か小吉かみたいな。本当に。これでなんとかね、ヘラクレス絡んでいきます。ありがとうございました。あ、いえ、これで本当に考えてます。いや、なんでですか。これからちょっといろいろ手伝ってもらいますから、作業を。はい。じゃあ、そんな感じで、大掃除という動画でした。また、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。ヘラクレスの幼虫がね、ちらほら見えてきたんで、移し替えていこうかと思います。ちっちー！うわー、かわいい！大金持ちだね、このヘラクレスさん。そうよ、もう。大豪邸、一人で。